どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のライブ配信について話したいと思います。昨日、ロト6とロト7予想したけど、やっぱり難しかった。特にロト6。ロト6は偏ってるから、かなり難しかったけど、なんとか予想できました。だから今日、昨日予想した数字2口で何個一致するか確認したいと思います。あと、その後に歌歌ったけど、あんまり、うまくいかなかったかな。初めて歌ったから、そのライブ配信で、緊張であんまりうまく歌えなかったけど、それでも、聴いてくれた人はいたから、また歌おうかなって思います。水曜日と日曜日はロト6とロト7二つ予想するから、その後に、歌おうかなって考えてるけど、あとせな、火曜日とか土曜日も予想はするけど、思った以上に早く終わったら、少し歌おうかなって思ってます。明日はロト6の予想か。思った以上に予想の時間が早く終わったら少しだけ、歌おうかなって考えてます。聞いていただけたらありがたいです。2回目はそこまで緊張せずには歌えるかな。昨日はかなり緊張したけど、次歌うときは、少しリラックスして歌えるんじゃないかな。とりあえず。そうやな。そういう方向で行こうかなって思ってます。結構、歌った後は気持ちが楽になるというか、溜まったストレスを吐き出すというか、結構発散できる。だから、そうやな、歌を歌ったり、しようかなって思ってます。その予想が終わった後。それでは、また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。